皆さんお疲れ様です。 FM アーキチャットの中村哲と。皆さんお疲れ様です。森谷慎一です。よろしくお願いします。ということで、今日お話ししたいテーマなんですけど、はい、ちょっと助けて森谷先生ということで前回のFM アーキチャットの YouTube ライブ、はい、私単独の YouTube ライブで来た質問があるんですけど、はい、ちょっと読み上げてもいいですか。あ、お願いします。読み上げますね、はい。友達とグループコンペに出すことにしたのですが、みんな初めてのコンペだし、今まで複数人で設計したことがなく進め方に悩んでいますと、で役割分担や案のまとめ方のコツをお聞きしたいですと、いう質問がですね、はいはい、YouTube ライブに来まして、はい、ただですね、私、はい、グループコンペというものをですねあまりやったことがなく、はい、基本的に1人、多くて2人だったんですよ、はいはい、なのでこの質問に対して、いや1人でやった方がいいんじゃねみたいなちょっと答えてないことを返してしまって、はい、この質問された方の YouTube ライブでなんだこいつと思ったかと思うんで、回答したいなと思うんですけれども、助けてくださいって感じですかね。はい、もう全然。逆に僕は結構グループやることが多くて、結構3人以上のコンペとかも結構半分ぐらいはそうかもしれないですね、多かったので、ちょっと僕の経験としてみたいな形でしたら、ちょっとお答えできるかなと思っていますので、ぜひチェックしてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんか数点あるんですけど、なんか一番最初の案の出し方みたいので言うと、誰かがこういう案を持ってくる、誰かがこういう案を持ってくるというよりは、なんかもう全員で同じタイミングで案を出し合うっていうのが一番いいのかなと思って、なるほど、スタディの持ち寄りみたいなところでやるのがいいかなと思っていました。でなんか一番僕が最初にやってたのは、こうみんなそれぞれ要項を読んで、じゃあ最初に案を持ち寄ろうみたいので、本当に簡単なスケッチか超簡単なスタディ模型とかをこう持ち寄って、こういう案いいんじゃないかみたいのをわーっと並べて、でそれに対してお互いこれいいね、あれがいいねみたいな話をして、じゃあこの方向性でいこうかって決めるのが一番最初ですね、なので一番最初本当にスタディの持ち寄り、案の持ち寄りっていうのが大事かなと思いました。案の持ち寄りっていうのは、みんながこのコンペのテーマに対して最初やろうって決まった時に、じゃあ考えてこようってなるじゃないですか、で考えてこようってなった時に、コンペのテーマに対してこういうことがやりたいっていうものを考えて、みんなで持ち寄るっていうわけじゃなくて、テーマがあってまあ、ある程度考えるけど、出し合いながらみんなでそのコンペに出す一つの軸を決めていくみたいな感じですか。そうですね。なのでもう本当に初回集まる時にみんなでこういうコンセプトでこういうのがいいんじゃないかっていうのを、ある意味簡単なセットにして持ってくる、っていうのをやってました。なので全員で最初にコンセプトを固めてから形っていうよりは、コンセプトと形セットでこういうのいいんじゃないっていうので、そういうことですか。持ってきちゃいましたね。でそうすると、いや形これめっちゃいいねみたいな、でもコンセプトはこっちの方がいいよねとか、でもそれだとなんかちょっとずれちゃうから、こういう折衷案あるんじゃないかみたいので、間の議論が活発になる気がしていたので、なので各々一回まず自分一人でコンペやると思って持ってきちゃうみたいなのをやりましたね。そういう意味か、じゃあ、私がさっき言ったのは間違ってました。あ、本当ですか、じゃあテーマを見て、各々コンセプトと形っていうものをセットにして持ち寄って議論をするって感じですかね。そうですね。ああ、はい、っていうのをやってました。はい。でだんだんこう進んでくると、この進捗の見える化っていうのがすごい大事だなと思って、まず最初にこのシートを取りまとめる人を誰にするかって決めるのはやってました。担当を決めるんですね。そうですね、担当を決めました。で他は結構やりながら進めていったんですけど、とにかくシートの担当の人だけは早めに決めた方がいいなと思って、でその人がまずこの A3 であれば、 A3 の中に何の素材が必要かっていうのを最初にグレーで入れちゃって、例えばパース2枚必要ですとか、平面図がこのスケールで必要とか、断面図何枚必要みたいなのを全部割り出して、でその後にじゃあここの素材は誰が作るかっていうのを割り振っていくっていうのをやってました。でそうすると最初にパース担当ねとか平面図担当ねってやっちゃうと、シートの構成で変わっちゃうんですよね、素材の数が。なんでもう常にシートの完成形で素材が何が必要かをリアルタイムで更新しながら担当割り振っていくっていうのをやってました。なるほどね。結構この素材ができたものから、仮素材でいいんですけど、ここからどんどん入れてって常に進捗がこう見えるように、
はよく製図室やったので製図室の壁に A3 のシートを常に貼って、今ここまでできてる、ここまでできてるっていうのを全員が見えるように出してましたね、うん、それは結構おすすめな気がします。例えば、うん、パースが必要ってなるじゃないですか、はい、でパース作るためには、はい、まあ少なくとも平面図と断面関係ぐらいは分かってないとできないじゃないですか、うんうん、はい、はい、できないですね。それはそのパース書く人は、うん、パース書く前に、うん、じゃあコンセプトをちょっと作っとこうかみたいな、うん、割り振りをしていくって感じですか、うん、いや結構同時進行でやってました。そうなんだ、うん、なので平面図作りながらパースも作っちゃったりとか、あとパースも模型で作ることが僕たち多かったので、うん、周辺模型だけ先に作っちゃって、うん、もう決まったところから順次詰めていくような形で考えるときに使うのが、水槽に砂を全部埋めるときにどうやって埋めていくかみたいので、うん、片側からこう埋めてってこう土が入っていくよりは、うん、こうまんべんなく全部埋めていくタイプだなと思うので、うん、平面図も完成度 30% ぐらいであれば、うん、パースも完成度 30% ぐらいみたいな、うん、シートも 30% ぐらいみたいな感じで、うん、常に全部がこう一体的に上がっていくようなイメージで作業を進めてましたね、うん、確かにそれはグループじゃないとできない方法ですね、うんうん、そうですね、個人でやると平面図を終わらせてから模型作ってとかじゃないですか、うんうん、そうすると分担が合わなくなるんでペースが、うん、なので全部こうまんべんなくやっていくっていうのに、うん、こなげてますね。なるほど。で、あと3つ目でグループやるときのめっちゃ難しいのがスケジュールを抑えるっていう、うんうんうん、で結局学生のときやるとみんなバイトがあってとか、うん、なんかここ遊び行くんだよねみたいなのがあって、うん、スケジュールが合わないっていうのがあるんで、うん、最初にもうスケジュールを合わせて、うん、そこは絶対死守してねっていうふうにしてやるみたいな、そこはもう本当チームワーク次第だなって思うんですけど、うん、なるほど。そう、それがね嫌いなんだよねそう、なんか他人の時間によって自分の時間が決まっちゃうのがちょっと苦手なんですよねそうですよね。いや、そこのすり合わせと、あと、うん、なんか揉めるとしたらそこが一番揉めやすいんで、うん、こう打ち合わせやるって言ったじゃんとか言いながら、うん、バイト入れちゃったとか、うん、それが一番問題が起こる原因だってみんなが分かってるよね、うんうんうん、先にスケジュール、はい、何よりスケジュールを抑えることが大事みたいなね、うんうん、進むんだけどね、うん、初めてやるとね、僕の作業終わったよとか、ね、うん、言われてもね、うんうん、困っちゃうし、そうなんですよね。そこはもう本当チームワークと、うん、なんかね、相手がいるってことを常に心がけて全て動くのがいいと思います。自分がいなかったら困る人がいるのかどうかとか、うん、そうだね、うんうん、あといない間に決まることもあったりとかして、うん、自分の思ってるのと違うっていう風になると、うん、やっぱもういないとまず発言権がないなと僕は思っていて、うん、なんかやっぱ全員がこう揃ってちゃんと発言していいものを作っていくっていうのが、うん、やっぱ一番いい結果を生むんじゃないかなと思うので、うん、ここはみんなで最初にスケジュール守ろうっていうのをこう合意取っておくのがいいかなと思います、うん、共通認識でね、うんうんうん、そうですね、はい、ということで今のところ、案の持ち寄りと、うん、あと進捗の見える化でスケジュールを抑えるみたいな感じで3つ言ったんですけど、なんかそれよりも何よりも大切なのが多分適材適所だなと思っていて、うんうん、で得意な人が得意なところをやるっていうのが、うん、一番クオリティもパフォーマンスも上がるので、うん、チームでやる最も大事な部分はそこかなと思いました、うん、やっぱり技術の差があるじゃないですか、うんうん、はいはいはい、パース作るのでも、うんうん、こいつの方がパース作るの上手いなとかあるじゃないですか、うんうん、はい、はい、あります、ね、それはもう上手い人にやらせるって感じですか、うんうんうん、勝つんだったら上手い人がやる方がなるほど、ね、いいですね。でその中で自分の強みってなんだろうっていうのは絶対考えないと、うん、その場にいる価値がなくなっちゃうんで、でそれが自分のスキルアップのポイントでもあると思うんですよね、うんうん、でそのチームの中で足りないところを補うために自分が何をやるかみたいので、うん、今までみんなができないことを自分が習得してやれれば、うん、まあ、その後の自分のスキルとしても高まりますし、なんかそれが自分の強みであれば一番いいなと思うので。なるほど、はい、仕事感覚、ね、うん、そうですね、完璧仕事ですね、そういう意味で言うと僕は結構そのシートの取りまとめをやる立場だったんで、やっぱその後の、まあ、ポートフォリオではマネジメントって言葉は使ってたんですけど、うん、みんなの進捗を見たりとか、うん、スケジュール管理したり、あと全体のクオリティのバランスを見るみたいな感じは多分そこで培ったのかなっていうのもちょっと思ったりしてますね、うん、なるほど、うんうん、
なんか結構作業する人が違うと、はいはい、パースと、うん、じゃあ平面図のテイストが違うとかありえるじゃないですか。はいはい、ありますね。そういう時ってなんかどう合わせていったりするんですか。うんうん、あの仮レイアウトの時に、うん、もう自分たちがこういう手製作ろうっていう他の作品の素材を入れちゃってます、うん、これに近づけていくと、はいはい、そうですね、うん、色味はこういう系ねとかでやってますね、うん、あとは文字とかは、まあ、全部テーマカラーつけてこの色でこのフォントでみたいな形で入れて、うん、でパースとかはそうですね、参考を全部ベンチマークに置いてこういう手製でやろうっていうのでやってますね、うん、なるほど、うんうん、なんかそしたら例えば、うん、このパース気に入らねえなみたいになった時とか、ね、あでもその典型入れちゃダメだよねみたいなのもありますね。それはちょっと典型変えようみたいので、うんうん、こっちの方がいいんじゃないみたいので、ちゃんと自分が手を動かして、うん、こういうのにしようとかやったりしますね、まあ それうん、それもね一回作ってないと分かんないですね、うんうん、そうですね、うん、で確かに一番良くないのは、うん、悩んで止まっちゃうことかなと思って。そうね、うん、本当に何も進まないし、みんなイメージの中だけで議論しちゃうと、うん、想像の中なので、うん、1回作ってで 100% で作らないで 50% ぐらいで作ったものを元にみんなで議論をして、目線があったら 100% まで詰めるみたいな、うん、その段階かもしれないですね。なるほどね、うん、いや難しい、うん、私は1人ないしは2人でやることが多かったんで、うんうん、はいはい、いやもう本当に言うしかないですよね、お互いここはいいけどやっぱここはこっちの方がいいとか、うんうん、でそれが言える中になると多分すごいスムーズになっていくんだろうなと思いますね、うん、なるほどね、うん、一人では考えられないものにたどり着くには、うん、やっぱそういうちょっとまあ一もめ二もめぐらいはするかもしれないですが、うんうん、そういうもんだって感じ、ね、そういうもんですね、うん、でもより深い仲になると思えばいいステップなんじゃないかと思います。いやめっちゃ喧嘩したコンペの方がやっぱ賞入ってたりとか、うんうん、あそうなんだ、うん、しますね、うん、あと結局そこの喧嘩しながらやったメンバーのが今も付き合いあったりとかするんで、うんうん、なんかそういう意味では長期的に見たらいいものいい時間でした。なるほどね、うんうん、そしたらあれですね、グループコンペは社会経験みたいな、うんうん、いいですね、そうですね感じですかね、はいはい、はい、小さな会社です、小さな会社です、もうそのメンバーが、うん、そうだね、うんうん、そんな感じで今回はね、私が答えられなかった質問をね、森谷くんに答えてもらいました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、参考にしてもらえたらと思います、はい、それではね、今日の動画がいいと思ったらぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。